やハロー、カーです。とね、カーダマーさん、はい、ってな感じでですね、本日はなんですけども、あれからちょうど1ヶ月が経過しました。はい、皆さんは覚えているでしょうか。そうです、はい、ピアサー VS ニードルの動画から1ヶ月が経ちました。ここの2つ開けたところで、それのまあ経過報告をしたいなと思ってます。まあ動画として、それなんかネタになるのって思った方いてるかもしれんけどね、任せて大丈夫。もうね、すでに仕込んでるんだけど、指にね、ルビーの指輪かわいい、青いやんか。はい、そしたらですね、早速もう本編の方移りたいんですけども、はい、カーがね、死ぬまでに1回言いたいセリフがまだ残っております。まあちょくちょく動画で挟んで言っていってるんだけど、はい、本編は CM の後です。スマホ向け王道ファンタジー RPG。 しょうがないな、累戦崩壊のストーリー。だから一緒に帰ろう。私も戦いを続けるつもりはないわ。今回紹介したいアプリはですね、こちらです。幻獣契約クリプトラクト。はい、もうやってるよって、すでにやってるよって方ね、結構いらっしゃるかもしれないんですが、はい、めちゃくちゃ面白いです。ちなみにね、カーもうランク30でやってます。初めて2日3日でランク30みたいな状態なんだけど、で何がいいかってね、もちろんね、スキルとかいろいろあって、その辺も面白いのはいいんだけど、個人的にはキャラがめちゃくちゃ可愛いです。はい、まで一番ねお気に入りのキャラがね、この子ハミルロアちゃん。めっちゃ可愛くない。はい、今回ね、1200万ダウンロード突破ということでですね、ダウンロードして10年無料で聴けるんでね、ぜひね、皆さん概要欄の方に URL 貼ってるんで、ダウンロードしてプレイして楽しんでみてください。はい、そしたらですね、開けて1ヶ月のピアスホールがこちらです。はい、上2つが今回追加したピアスです。下2つは1年ぐらい、わかんない、中学生の時に開けたから、中学校で画鋲かなんかで開けたと思う。もう一切覚えてないぐらいのピアスなんだけど、それでもう完璧に開いててあれなんだけど、まあ見比べた時にちょっと赤さ上の方、今回開けたのは若干出てるけど、まあ1ヶ月でここまで持ってくることができました。はい、でピアスホールの完成までのケアなんだけど、1ヶ月間やったのは、ピアス外したのは、まあ、今日のこの今動画で撮影で外したの抜いたら多分 2,3 回しか外してなくて、ほぼ刺したまま生活を行います。っていうのが、開けた怪我してる穴にまた入れようとして横とか当たったら余計怪我しちゃうから、それの方が安定遅くなると思うんで、ほとんどつけたままです。じゃあね、どうするっていうとこなんだけど、お風呂で泡で洗います。清潔にするのはいいと、一番いいと思うんで、泡で一緒に洗います。で、今回アフターケアとしては軟膏も一切使わなかったです。マヒロ消毒液だけですね。で、消毒ここね、多分する派の日とかしない派って結構、まあ動画見てるみんなもあると思うんだよ、しない派する派って分かれると思うんだけど、かはめっちゃする派なんだよ。なんかね、傷口に消毒しすぎてもなんか必要な菌が殺しちゃうとか、なんかそんなんであんま良くないみたいなのも聞くんだけど、個人的にはもう1日1回とか2回は絶対するようにしてます。まあ今完成してるピアスもそうだけど、全部消毒する。でないとなんかすごい気になるから、消毒は結構する派ですね。もう日課っていうか癖になってるんであれだけど、もうそこはみんなの自由でいいかなと思うんだけど、皮はする派です。はい、まあね、基本的に普通に人間の体が勝手に治してくれるんで、はい、そんなに気にせずにもいけると思うんだけど、なんかまあ細菌とかバイ菌がいたら怖いし、なんかもう癖づいてるもので、皮はめちゃくちゃ消毒するってだけですね。で、まあ1ヶ月でこれぐらい持ってこれます。まあ個人差あると思うけど、多分個人的に早い方なのかなと思ってます。はい、でまああとは2ヶ月3ヶ月目でほぼ完成して、半年で完璧って感じかなと思ってます。また完璧になった時には、前に半年前に開けたピアスがこうなりましたっていう動画にしたいと思うんでね、ぜひ皆さんチャンネル登録してお待ちください。はい、ってな感じでですね、本日はですね、レポート、
はい、週刊レポート動画みたいなの分かんないけどになっておりました。はい、動画のご視聴どうもありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。カーでした。あ、高評価登録、高評価登録じゃない、高評価、叶えたい夢があるんだ。